ハットリモネは日本のバイオリニスト、東京都出身、5歳でバイオリンを始める。バイオリンを鈴木あぐり、辰巳明子、ザハール・ブロンに支持。8歳でオーケストラと共演し、2009年10歳の時にポーランドで行われたリピンスキー・ビエニアフスキ国際コンクールで第1位及び特別賞を受賞、史上最年少記録となった。11歳で ミラノのベルディホールでリサイタルデビュー以降、ロシア、スイス、イタリア、ポルトガル、ドイツなど国内外でオーケストラとの共演やリサイタル活動を行う。2013年、ブルガリアで行われた第9回、ヤングビルト・オー国際バイオリンコンクールでグランプリ及び特別賞を受賞、同年ロシアで行われたノボシビルスク国際バイオリンコンクールにおいて13歳でシニア部門を 飛び級で参加し、最年少グランプリを受賞。並びに審査員特別賞、新曲賞を受賞。2015年にはスイスで開催された、ボリス・ゴールドシュタイン国際バイオリンコンクールで、グランプリを受賞。合計4回のグランプリ及び特別賞を受賞している。同年4月にウラディ・ミルア・シュケナージ、シキーユーユース管弦楽団と、スイス、イタリアで共演。 翌年サンクトペテルブルクのマリーンスキー劇場で演奏。国内ではリサイタルツアーを行った。2016年10月に CD ショスタコービチバイオリン競争曲第1番ワックスマンカルメン演奏曲を発表し、レコード芸術で特選版等高い評価を受けた。2017年まで東京音楽大学附属高等学校の 特別特待小学生として在籍していた。現在は、東方学園大学ソリストディプロマコースに在学、及び、スイスのザハール・ブロンアカデミーに在籍している。2017年3月に、新日鉄住金音楽賞を受賞した。使用楽器は、上野製薬株式会社より、対応されている1740年生、ピエトログ・グアルネリ。作曲家、服部隆之の娘、 服部克久の孫娘、服部良一の彦、バレエダンサーの服部有吉の10名である。ありがとうございます。